<laughs> 恥ずかしいこれ。<ー>よろしく田沼さ三二一。さあ始まりました。うん。泉くん。あれ。大丈夫これ。どうしたの。なんで横になってんだ。日焼け。ああ。 前回のね、川遊びで。うん。確かに少し赤くなってるかもね。うーん。うん、けどなんかしきもりさんはあれだね。ちょっと暇を持て余してる感があったね、今の。花火だといや、もうこれ行くしかないでしょ。あ、けどどうなの泉くんのこの体調、行けないのかな その代わりなんか二人で花火やるとかあ、これは行くね。うん、いいぞ。<laughs> まだ何歩行ってないじゃん、どことか <laughs>、まあ。ま、き泉くんとどっか出かけらればいいんだね。うん、さすが。あ、嬉しそう <laughs> いいよ、いいよ。いや、なんか簡単に誘ったなもっとなんか躊躇というか恥ずかしがったり、勇気振り絞る感じあるかなと思ったけどね。 で、これでどうなるかだわな、花火大会。まあもちろんこのしきもりさんが、まあ浴衣着てくれると思うので、まあそれがどんなね、柄とか色合いで、まあその素敵なビジュアルなのか、まあこれがまず第一に楽しみでしょそしてその中で、この泉くんの引き寄せ体質によって、まあどんなトラブル、事件が起きて、まあそれを、まあどんな風にエレガントに、 このきもりさんが解決するかだよね。解決というか、もう防ぐというかさ。まあ、その時のまた表情が注目です。そしてその時のまた困ったような表情というか、焦ったような表情というか、可愛い表情の <laughs>、泉くんにも、まあ、キュンとしようよ。このアニメは。まあ、もう一人のヒロインだからね、泉くんは。で、プラス、まあ、花火大会に、 蜂蜜とか、まあ、猫崎さんとか、まあ、ここら辺も来てくれるか途中合流とかがあって、もうその浴衣姿が見れたらな。まあ、個人的にちょっと蜂蜜さんの浴衣姿見たいんだよね。で、このアニメあれなんだよね。後半の方のお話が2話くらいちょっと7月にずれ込んじゃうみたいだね。まあ、そこら辺までちゃんと追いかけます。さあ。 始まりました。夏ぞ。隔たる花火かな。隔たるどういうこと迷子になっちゃうのかな隔たるって。おージンベイあー確かにちょっとブカブカだわ。うーん。あ、浴衣あるんだね。<laughs> だったら最初からそっちでよかった気もするな。うん。それね、そこは俺もちょっと嫌だわ。 特にあの、帰りのね、ラッシュが。うーん、もうこの音の響き方がね、違うからね。なんだんパパえなんだうん。え変わっちゃったよ。しきもりさん側あ、もしかしてもう見れんのおー着てるあー、ピンクなんだね。 うん。うまくできない。え、てかさっきの何パパ。うん。で、お兄ちゃん見てるね。<laughs> やばいぞ、やばいぞ、しきもりさんが。う <laughs> ん。手伝ってくれんのなんかあれだね、お兄ちゃんの前だとさ、塩らしいというか、妹って感じだね。うん。ん。器用だな、このお兄ちゃん。<laughs> あはは、すごい表情してる。 <laughs> まあ確かに。まあそんな感じのイメージないもんね。泉くんなんか不器用だなんて思わないだろうな。きもりさんのこと。うん。いろいろあれだ。三 <laughs> つ。<laughs> いや、なくさないように気をつけて、むしろ。<laughs> うん。ああ、そうだね。心配かけないようにしないとね。ただその隔たるっていうのがな、気になるんだよな。会えないのかな 会場で。これ。それじゃないもう。あ、来たわけよ、普通に。<laughs> あ、うん。うん。髪型アレンジしてる。いいね。ねえ。けどその驚いてるあなたもだいぶ可愛いけどね。うーん。いい感じだ。いいカップルだ。うん。 レトロはあ。ああ。うーん。ああ、こういう機会をずっと待ってたのかもね。来てこれる。ああ、まだあれじゃん。真っ昼間じゃん。だいぶ花火まで時間あるんじゃないああ、だからこの間になんか起きるんだよ、きっと。波乱が。 いやーやりてえ。もう、風船、水風船とんの楽しいよね。スーパーボールと。ああ、また雨。いやーこれ持って帰った後ちっちゃくなってくのがな、悲しかったり、あと余ったのこのギュッてすんのが楽しかったり、いろんな思い出があるわ。うん。ああ。かっこよかったな、きもりさんのすぐ飛び込んで。 うん。いやいやいや、そんな考えは持たなくていいんじゃないうん。えだって前回、あの、指ペロンのさ、あったじゃん。うん。これこれこれも。ねえ。ちょっと無理してたのか。美味しく感じる。 ああ、影響されてるんだね。そういうのあるよね。付き合った人のさ。うん。もらってる。かわいいあ。かわいい。やばい。あは、泉くんもかわいい。忙しいよ。同時に襲ってくるからね。この作品はかわいいが。男性、女性ともに。 射的いやもうこんなの、四季森さんがやった方がいいんじゃないむしろ。あれかあの、なんか、ワンちゃんが、なんだこれ。狼かななんだろううん。<laughs> 狼なのね。いや、取れるかなもうなんか最後の一発変わったりすんじゃない四季森さんが。で、逆に一発で取っちゃうみたいにさ。うん。 いやー、ダメだった。あ、もう終わり。いや、ちょっと待って。これもらえるんならさ、狼くれよ。お、やる。一発で一個ずつ倒しちゃうとか。ねえ。そういうことじゃない。しかも今、泉くんの応援入ったし。いやいや、関係ないでしょ、射的は。もうセンスじゃない、どっちかっていうと。 いや、気合がすごいよ。いや、ほら。やばいやばい。これは決めちゃうやつだ、もう目つきが。うん。いや、ダメか。あー。この揺れた反動を活かして撮ったね。そして、そこからの怒涛の。うん。ねえ、しきもりさん。もう全然不器用じゃないよ。あれか、泉くんの前だとそういうバフがかかっちゃうのかな。 ああ、来たいや、持っていきなって落としたんだから当たり前でしょうに。<laughs> うんえくれるのうん。ええー、もう。<laughs> いや、ちょっと待って、なんでおじさんが入ってくんな <laughs> いや、けど、いいね、このおじさん。いいキャラだったな。 るあ,あ黒と黄色かないや、かわいい、はちみちちゃん。そして大人っぽい。なたまたま会うパターンだったか。うん。ねえ。だからこの3人もやっぱ仲良しなんだね。んああなるほど。うん、ねえ。 いや、てかみんなそれぞれ超似合ってる。うーん、やっぱそうなんだろうね、女性としては。おー、いいね、いいね。可愛い。かわいい。はちみつの喋り方やべえ、うん。金魚すくいね。まあ、やるのはいいんだけど、もらっていくとあれだからな。 うん。いやいや、この勝負、二人でやんのかしきもりさんも入ってくんのかあ男同士で。さあ、頑張れ、いじゅみくん。いいとこ見せないと、しきもりさんに。ははは、犬はね。うん <laughs>、取れた。けどなんか四季さんが、ちょっとこもったような顔してたね。二人で過ごしたいのかなああ、失敗しちゃった。 ああそういうこと <laughs> 怖いってめっちゃ撮りそうだし。いや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 、勝てんよ。どれくらい撮るかな頑張れ。ぽいはね、一回濡らした方がいいんだよね。もう。うん。あ、そういうこと。 ああここでまた不器用が。<laughs> さっき <laughs> 逃げたやん。うん。うん。いや、負けず嫌いは猫も一緒だけどね。んなんだえどういうことああ、だからやっぱそういう顔だったのかもね、最初の。 花火始まっちゃうのになーっていうさ。<laughs> そんな、こうやってドヤーってやることな、んでもないけどね。<laughs> いや、けど、ヘタッタルだからな。まだなんかあるよね、きっと。うん。ああ、足ね。そういうイベントもあるもんな。この靴ズれじゃないけど。足、ん そういうこと、やっぱ痛い。さあ、始まりました。どうなったかなあれ。うん。あ、直せた。あ、てか足、やっぱあったんだ。靴ずれ。いや、やっぱ慣れないな開くとね。うん。いやー、もうちょっとおんぶとかはどうでしょう うん。どこになんかあるの特別な場所でも。あそれかあのお父さんの反応。ね、そういうの教えてもらったんじゃないやっぱり。うん、これ何なのかなってずっと気になってたんだよね。でお母さんとの思い出の場所だよ、きっと。うん。 いやいや、すごい迫力で言うやん。うん。いや、行けたらいいな、そこ。やっぱり。いやー、けど、足。いや、戦いなの、これ。<laughs> いやいや、そんなイベントだったんだね。うん。にずみくん。 いやーまあ、ま、来年もあるからね。うーん、けど、ちょっとついててあげたい気持ちもあるなーうーん。それそれそこな。うん。ここで見んのかあんぶあっ アイスミク。<laughs> 頑張れ。いやいや、意外とおんぶって長時間すんの大変だもんね。いやー、けどこれはもう行こうよ。行っちゃおう、行っちゃおう。いやー、もうこういうの見たら絶対微笑ましいわ。で、結局行くのかなあれ。その場所。 行きそうだね。連れてってあげたいって思ったんだろうな。あ,あ、始まっちゃった。始まっちゃったよ。まあ,あ、けど、これでも十分いいと思うんだけど、この距離。もう、ぎゅうぎゅうのとこで見るくらいなら、ここもある意味ベストスポットじゃない <laughs> <laughs> んなんだうん。 なんだあああの場これが。いや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 、ちょっと男見せたいんでしょ泉くんも。けど、隔たるってなんだろうなぁ。うん。ヤケル頑張ってんだろうな、ほんとは。 さあ、間に合ったのかええー、これはやばいわ。これは普通無理だと思う。もう15段くらいできっとヒーヒー言うやつだよ。だっていくら軽いって言ったところで40キロくらいはあるでしょ。えそうなるよね、夏場で。 簡単っちゃ簡単だよな。いや、そんなおしゃれな返しなの。もう、好きっていう気持ちをさ。うん、行こう行こう。えどうしたの今の、きもりさんは。ちょっと、感動して泣いてたのかな笑顔に切り替えてたけど。いやー、よく登ったよ。そして誰もいないじゃん。貸し切りだ。 うん。ねえ。いや、ベンチから見えるのこれで。お父さんたちもここで見たのかなうん。いやかっこいい。おそしてマジでベストスポット。<laughs> 目の前じゃん。 ワンちゃんも。ワンちゃんじゃねえや。オオカミくんも出て。<laughs> あ、で、こっちはこっちでね。んうん、食べ物が大事か。あなたたちは。は <laughs>。いや、いいよね。こういうところで買う食べ物って。なんか美味しく感じちゃうんだよね。俺も口が単純だからさ、まあ、普段からそんなまずいって思うことはないんだけど。 <laughs> 花火見てほしいんだ <laughs>。うん。ねえ、足。いやいやいや、謝る必要ないよね。いやー、なんか逆転、ねえ、さっきと。うーん。 <laughs> もう、今、かわいいよ。ね超絶かわいいよ。<laughs> それな。<laughs> そして、その反応がかわいい、ジュミ君。うん。は兄さん、悪い <laughs>、まあ。かっこいいってことだよね。<laughs> うん。はあ、素晴らしい。素晴らしい。 いいぎたうんうんお互いにうんそんな話だね今日んあこんなのがあったんだいやもう大進化だ1年で いや、その付き合う前のエピソード気になるわ。うん。近くで花火大会があって、行く相手いなくて部屋で聞こえてくるって説明はえ何ええもう、<laughs> <laughs> やばー。<laughs> もう、今のたまんねえわ。わ、一年分のあれが報われるね、そんなこと言われたら。うん。いや、泉くんのかっこいいとこも見れてさ。<laughs> 泉くんはきもりさんのこんなかわいいとこも見れてさ。もう、中だよ、中。ここは中だよ。 ねえ、このロケーションはしとくべきだよ。もうこんなロマンチックなの、そうそうないじゃん。貸し切りで花火見れて。こんないい雰囲気でさ。え、またまたやるの大丈夫ね落ちちゃっても知らないよ。<laughs> ちょっと待って。<laughs> 行った瞬間に <laughs>。お、え、パッパ。 だからやっぱこのお父さんもあのお母さんのあれだよね、パートナーだから、ここら辺すごいんだね。あ、えいたもちょっと待って、見てたのか二人で。ずっと。<laughs> 恥ずかしい、これ。これはちょっともうやばくない いや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 、親に見られるってさっきの会話とか、きつすぎるって。<laughs> いや、こっちゃけどラブラブだな。<laughs> 目がない、目が <laughs>。うん。まあ、どんどん言ってるから大丈夫じゃねえ、うん、そしてこれ、もうパパやっぱただもんじゃねえよ。ダブル抱っこって。うん。 抱っことてか、音部か。ああ、それね。うん。いやー、これは、あれかな泉くん、そう、そこね、<laughs> 降りないところ見ると、きもりさんを直接抱っこさせたくないのかなとか思ってくる。<laughs> やっぱその体格、だてじゃないんだね。ああ、だからこのお父さんとお母さんのその昔のエピソードとかもやっぱ気になるな やっぱあのお母さんのパートナーになるには、やっぱ四季森さんみたいな人じゃなきゃダメなんだっていうのが、まあ、今回のエピソードで分かったね。もうすっかりちょっと最初の頃はちょっとおデブなお父さんなのかなと思ってたけど、めちゃくちゃゴリマッチョなんだろう、実は。で、今回のこのお話の花火のあのね、もうさっきのほんとキスしちゃえばよかったのに、マーケットしてたらあれだ。<laughs> 後ろに両親いたけどね。 <laughs> もうそんなん絶対嫌なんだけど大事な時のさ、思い出をさ、思い出した時にさ、けどその時両親見てたんですよねとかさ、必ずついてきちゃうじゃん。だからしなくてよかったんだけどね。いや、むしろけど教えたんだったら、せめて今回来るのを遠慮してほしかったね、お父さんとお母さんには。まあけどこの二人もラブラブなんでしょ。あとその、 さっきのあの一年前に誘ってて、誘えなくてみたいな話もあったけど、ほんとこの二人のあれだよね。この付き合う前の話も面白そうだよね。まあ、そのうちなんかやりそうな気もするんだけどね。あとなんか花火よりも食い毛っていうあの蜂蜜ちゃんたちね。あれも良かったね。で、意外とそこに猫は入らないっていう。 はい。というわけで、今回ね、可愛い,いだけじゃないし、も森さん見させていただいたんですけども、えー、皆さんの今週のエピソに対する感想だったり、僕のエクソに対するコメントお待ちしております。以上、動画をお届けしました。バイバイ。